吉川常本は、江戸時代末期の総国岩国領の、第十二代領主、後、岩国藩書大藩主、第十一代領主、吉川教章の長男。岩国立藩以後の官位は、十五位下、駿が守る。文政十二年九月三日、岩国領、第十一代領主、吉川教章の長男として生まれる。天保十四年十一月十九日に、父、 教唱が死去したため、天保15年に1月14日に家徳を継いだ。後下4年には、藩校、養老館を創設する。岩国領の領主は、初代領主、吉川博家以来、本家の長州藩、毛利家とは疎遠な関係にあったが、京幹は、その融和に努めており、幕末の動乱の中で懸命に本家を助け、源氏元年の第一次長州征伐では、 幕府との間で、仲介役として奔走する。慶応2年の第二次長州征伐でも、厳州口の戦いで功績を上げ、幕府軍を撃退することに貢献した。京美記は、長州征伐の折に仲介役として立ち会った、長州藩と幕府、諸藩の間での交渉を終戦記として詳細に記録した。幕末の動乱において、 懸命に本家の長州藩を助けた、京美記だったが、慶応三年三月二十日に三十九歳で死去した。京美記の死は、長州藩主、毛利リー高近の命により秘得されたため、新政府は京美記を存命とみなして、慶応四年三月十三日に、ヘミキを上司格の諸侯と認めた。これにより、江戸時代を通じて、吉川氏が抱き続けた岩国藩6万国の藩主となる悲願を、 すでに死去していた、京美記が叶えることとなった。その上で、明治元年12月28日に、京美記が、長男の教犬に家督を譲って隠居したこととして、3ヶ月後の明治2年3月20日になって、京美記の死が発表された。法後は遊覚院、春山玄城、墓所は、山口県岩国市横山のほら泉寺山墓地にある。ありがとうございます。